僕は申し込みます。どうも、三度目の向山でございます。ストーブリーグ真っただ中ということで、契約を更新された選手が出てきております。公式でしっかり発表があったのは、玉田選手。そして今日、松本選手、梶山選手、深堀選手。今年入った3人が契約を更新しました。公式の発表はまだですけど、報道があったガブリエル・シャビエル選手もほぼ確定なんですかね。玉田選手はね、今年の活躍からしても、在籍年数からしても、絶対にね、必要な選手なので、来年もいてくれるのはとても心強いですね。そして松本選手ですよ。怪我からのリハビリ中にまた怪我っていうね、1年に見舞われたので、来年はね、怪我も回復してやってくれることでしょう。しかしですね、更新する人もいれば、去る人も、田辺選手と矢田選手がチームを離れることになりました。残念ですね。やっぱりこういうのはね、寂しいですね。矢田選手はね、ユースから大学経由で戻ってきてくれて、ユースも含めたら、6年半生え抜きでね、地元の選手ってことで去るのは寂しいですけど、田辺選手もね、俊足を生かしたプレーと、そしてね、来年のデジッチ、密かにね、期待してたんですけど、こういうのはね、大人の世界なんで仕方ないです。またね、なんかの形で戻ってきてくれるっていうのを望みたいですね。はい、そしてですね、話は変わりまして、来年の新体制発表会の受付が始まりました。1月14日、定員が700名という狭き門ですけれども、僕ね、申し込もうと思います。申し込まなかったらね、絶対に行けませんけれども、申し込んだら行ける可能性はあるんですよ。ということで、僕は申し込みます。当てますよ。皆さんも行かれるっていう方はコメントください。またまた話は変わりまして。前回ね、言いました。ウィニングイレブン始めるっていう話なんですけれども。調べましたらね、今ね、スマホでウィニングイレブンって3つあるんですよ。ウィニングイレブン2018っていうのと、ウィニングイレブンクラブマネージャー。おそらくこれはね、サカツク的なやつだと思うんですよ。もう一個が、ウィーニングイレブンカードコレクションっていう。これがね、多分最新作なんですよ。この3つでね、どれにしようか迷いまくってまして。でもですね、どれか1個決めて、次回こそはインストールします。